タイトカフェ1015を開催します。私は認定 NPO 法人北海道市民環境ネットワーク、通称北ネットの常務理事をしている宮本直と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は北ネットカフェは、北海道の森づくり、人づくりをコラボする企業 CSR の新しいスタイルというテーマで、コープ札幌が2011年から東別町にある道民の森の、F の森というところで進めている市民参加型の森づくりワークショップというのがあります。それについて企業連携の視点からお話をお伺いしようと思います。この事業はコープ札幌のコープ明日の森づくり基金と雪印種苗さんが企業 CSR として連携で取り組んでいる事業です。今回の北ネットカフェではこの事業のご担当の、3人の方にお話を伺います。まず一番、右から。コープ明日の森づくり基金の、稲垣和夫さん、生活協同組合コープ札幌基金事務局長であり、コープ明日の森づくり基金の運営委員でいらっしゃいます。よろしくお願いします。はい、稲垣と申します。よろしくお願いします。はい、そのお隣が前浜清美さん、コープ明日の森づくり基金の運営委員をいらっしゃいます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、こちらが鈴木明さん、雪印種苗株式会社環境緑化部にいらっしゃいます。はい、どうもよろしくお願いします。今日ですね、この北ネットカフェで、このテーマで取り、カフェをやるのはですね、この森づくりワークショップについて、北ネットで、最初の企画段階の時から数年、一緒に事業を進めてきたという今までの、歴史といいますかがあります。北ネットは2010年から、コープ札幌と業務契約を結んでいて、明日の森づくり基金の事務局のお手伝い、パートナーというか、そういう形で一緒に仕事させていただいていて、その中でですね、コープさん、植樹とかずっとやられてるんですけれど、この、植樹地、新しい植樹地を使って、森づくり、人づくりをやっていけないかという、そういうテーマがあったんですね。それの、企画というところで、最初に関わってプランを作ったり、していました。その関わりから、この4年間の活動をいつも、主体であったこともあるし、今、雪印種苗さんが取り組んでいるのの、横で、お手伝いをさせていただいたりしているので、こういう会を、お話をきちんとまとめてですね、伺ってみようと思って、今回開催しています。それでは、稲垣さん、まず、アスモル基金ってどんな活動されているのかなっていうこととか、この森づくりワークショップが今、どういう形で運営されているのかなとか、その辺のお話をまずお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、これマイク。何ですか？コープ札幌の稲垣と申します。よろしくお願いします。座ったままでよろしいんでしたっけね。パワーポイントありますように、コープ明日の森づくり基金ということで、これは左下にありますように、コープ札幌の中にですね、この基金を作って活動しています。その中で、実際の運営は理事会から任命された運営委員会というところで進めているんですけども、私も運営委員として関わっているところです。で、コープ札幌は実は、今年2015年度になりますが、50周年を迎えるんですね。創立して50周年ということで、様々な歴史があって、道民に支えられて、いろいろな消費生活のことをですね、支える取り組みをしていたんですが、1998年頃にですね、非常に経営が行き詰まったんですね。
あの頃は生活用品から、家電製品から、どんなものでも扱うようなことで、人々の生活を24時間支えようとかっていうふうに頑張りすぎたっていうこともあって、そうすると食べるものだとか、それぞれがちょっと力入りきらなくて、中途半端になったのかなということもあると思うんですが、残念ながらその頃ちょっと景気に陥ったと。しかし1998年からはですね、きちんと、安心安全、美味しいものをですね、きちんと提供するということで、美味しいお店ということで、生活に根ざして安心安全なものを食べるものに特化して、再建を進めるということで、98年から進めました。で、その後、10年間でですね、結構経営の改善が進んで、生活、食べるものということに特化してたコープ札幌もですね、もう少し、今までその10年間、農民の皆さんにお世話になったものですから、恩返しできるようなこともやっていこうじゃないか、というふうに考えて、それが10年後ですから2008年なんですけども、ちょうど洞爺湖でサミットが開かれましてですね、環境問題にも、農民の皆さん、意識も高まってきたということで、まず一つ、環境に優しいことをきちんとしていこうじゃないか、環境を守ることをしていこうじゃないかということで、2008年に決意したんですね。実際、これ、マイナス CO2OP。これは、あのですね、コープっていうことなんですが、ロゴも変えたんですよ。それまでは COOP だけだったんですが、マイナス CO2 ってこれ何でしょうかね。二酸化炭素。温暖化防止のシンボルでしたけども、マイナス CO2 を OP、オペレーションすると。で、きちんと温暖化防止の取り組みをしようじゃないかということで、コープ札幌のロゴの中にもですね、入れ込んで、もう一つが、ワンフォール、オールフォーワン。一人は万人のために、万人は一人のためにという生活協同組合の精神もここに盛り込んでですね、ロゴまでも変えて作ったというふうに2008年に決意したんですね。ということで、その2008年はですね、レジ袋というのはやっぱり環境問題の象徴でもありまして、無駄な資源をなくしていこうじゃないかということで、レジ袋は無料で配るというよりは有料化してなるべく使わないことにしていこうじゃないかという組合員の運動もちょうど始まっていたんですね。その運動の中で、レジ袋を辞退すると一人一人の環境への意識が森づくりへとつながる仕組みを目指すということで、レジ袋を辞退すると 0.5 円がこの明日の森づくり基金に積み立てられると。そしてそれが植樹だとか、森づくり団体に助成するだとかいう環境に、関わる皆さんの買い物が環境、北海道の森づくりに広く役立てられているんだと、一人一人が考えてもらえるような、仕組みのものを作るということで、明日の森づくり基金が、その2008年7月に設立されたという経緯があります。今では、大体、これが一人 0.5 円のレジ袋自体すると 0.5 円が積み立たるとはいえ 0.5 円でもですね、何千人何万人の人がこう利用していますから1年間で2500万円ぐらいですね、積み立たるんですね。それが明日の森づくり基金の方の森づくりの基金活動として、使っていくということになっています。その後明日の森づくり基金は、北海道とですね、森づくりに関する連携協定を締結して、各市町村にですね、植樹をする場所を市町村からお借りするというふうにして、そこをコープの森というふうにしましてですね、そこで植樹活動を進めるということで、現在は11カ所の市町村と提携して、このコープの森というふうにしまして、5月6月頃に植樹祭を開催するというふうに至っています。その後森づくり交流会だとか、この機関紙森育を発行するだとか、そして12年には森づくりワークショップを開催するという流れになっています。もともとこのコープ明日の森づくり基金というのは、ここにある5つの目的を持って進めようということで作られています。一つ目は先ほどの CO2 ですね。それを削減して地球温暖化防止を目指す。
まあ、地球温暖化には CO2 だけではないんじゃないかとかっていろいろな問題も意見も去年や一昨年は少し騒がれてたこともありましたが、やはり CO2 が人間が作り出す温暖化の原因としてはですね、非常に大きいということを改めて確認されていて、今の気候の変動などもですね、そういったことで影響されている、改めて地球温暖化防止の取り組みが必要だなということが言われています。で、2番目に、植樹から木の活用までを視野に入れた循環型の森づくりを推進するということで、植樹は取っかかりとしては非常に一般の組合員さんや親子の方が参加しやすいですから、やはり植樹から取っかかりを作ろうということは今でも思っているところなんですけども、単にそれだけではなくて、育樹などは当然に進めながら、さらに木の活用もですね、森づくりに大きな大事なことなんだということで運動を進めていこうとしています。で、3番目には、そのためにも参加型ということを大事にしていて、組合員さんがですね、参加する森づくりの取り組みということをいろいろ企画を打つなどしているところです。4番目に、調査研究ということで、運営委員会中心にいろいろな森づくり団体や、木材工場なども視察したりしています。5番目には、植樹や育樹など森づくりを進める団体の活動を支援するということで、具体的には、コープ森づくり基金の助成金、助成制度というものを作っていまして、森づくり団体に、まあ、金銭面からですね、助成金を有効に活用してもらうということで取り組んでいるところです。先ほどの現在11箇所、道内10箇所の自治体と、まあ、一箇所の民間の森ということで11箇所でですね、進めていますが、ここに出てますように、南足留置町から、東川町だとか、上士幌町だとか、いろんなところでですね、組合員さんに集まってもらって、植樹の取り組みをしているところです。特に道民の森はですね、一番古くから植樹活動をしていて、2008年からですね、取り組んでいるということで、今までに2ヘクタール8000本の植樹をしてきているところです。これは第7回植樹祭で、去年の6月に開催した、道民の森での植樹祭の様子ということで、バス5台でですね、だいたい300人ほどが集って、植樹をする。特にコープの植樹祭の特徴は、親子連れの方が多くてですね、お母さんとお父さん、そしてお子さんと一緒に食事を楽しむということにしていますし、そういう方が参加しやすいような環境を作っているところです。この道民の森というのはですね、亀石里の地区にある、水源の機能を、の森づくりということで、北海道が、ここを指定して、いますが、右の図のようにですね、A ゾーンだとか、まあ、B、C、Dとこういうふうにあったり、北海道もですね、この A ゾーンの向かいあたりのところで、A ゾーンがここというなんですが、この辺で北海道の森づくりっていうのをやっていくと思いますが、この A ゾーンをですね、2008年から2012年まで5年間植樹をしていたんですね。で、毎年 0.5 ヘクタールずつ植樹して、5年間で1ヘクタール、失礼しました。1ヘクタール植樹したんですね。それを5年間植樹したということです。そうすると、ここはもうすべて植樹が終わってしまって、2003年からは、違うところを探していたところ、北海道の方からこの F ゾーンというところを、まだ空いていますから植樹しませんかというふうな提案があって、ここが7ヘクタールぐらいあるんですけども、ここを新しくそれじゃあコープの森として植樹をしようじゃないかっていうふうに、明日の森づくり基金の運営会では決めていたところなんですね。まあ、これが道民の森で、この A ゾーンっていうのがこれまでの植樹地。そして新しい植樹地がこの F ゾーンというところにあると。まあ、それで新しい植樹地 F ゾーンになるんですけども、まあ、戻るとですね、この F ゾーンっていう名前で、この森をどうしようかっていうふうに思っていたんですが、
まあ、かつて牧草地で今、何も、なかったんですが、片栗が少し群生している。そして小さな谷なんかもあるね、っていうことで。で、このエリアをどんなものに育てていこうかと、身もなるし、歩いても楽しいし、動物も暮らすし、こんな森が、この森をですね、みんなでどういうふうに活用していこうかっていうことを、まあ、運営会や事務局の中で考えたときに、あそ森サポーター、ここにちょっと出てますが、このあそ森サポーターというのは、もともと2008年から植樹を開始したときに、その植樹に参加する人たちにですね、育樹などにも関わったり、森づくりを一緒にやっていきませんか、ついては、あそ森サポーターというふうな名前で募集をしていますので、そこに、入って一緒にやりませんかというふうに募集をしていたんですね。そうすると、現在では1000人ぐらいの人たちがですね、全道各地であそ森サポーターというふうになってですね、こちらからの植樹の案内だとか、育樹会の案内だとか、森づくり交流会の案内だとか、サポーター、森育をお届けするとか、サポーター通信っていうのを別途作ってるんですが、それをお届けするなど、進めていたんですね。で、そのサポーターの中から、さらにこの森づくり、F の森を一緒にやっていく人を募って、一緒に学びながら成長していく場を作ろうじゃないか、というのがですね、この F の森ワークショップというものになってるわけなんです。ですから、まあ、普通に参加する、植樹祭に参加する組合員さん、そして、その中でも育樹などに関わってくださる、あそ森サポーターの皆さん、そしてさらに、その森づくりのそのものの、森をどうしていくかということを考えて企画して、参画する人たち、そして森づくりのリーダーに育ってくれればという願いを込めてですね、この F の森ワークショップというのを作ろうじゃないか、ということで話し合って、来たところです。まあ、その森づくりワークショップっていうのは、周辺の森を歩いたり、現地を調査したり、森づくりを体験したり、自然の中でその森づくりの基礎を学んでいこうということ。そして、まあ、参加するのは組合員さんですから、その学習森の管理者の話を聞いたりですね、専門の人の話なども聞こうじゃないかと。そして、ワークショップ、は森の中を歩くんですが、後半は少し勉強もしながら、札幌会場でデザインを考えようじゃないかというふうにしまして、初心者大歓迎ということで森づくりをしようじゃないかということで、皆さんを募集したところです。まあそれらを進めるにあたっては2011年にですね、まず運営会の中で、こんな企画を作っていこうじゃないかということを非常に論議しまして、運営会もですね、けんけんがくがく結構議論する方なんですね。北大の柿沢先生が、まあ、運営委員長なんですけれども、北大の宮内先生だとか、漁連の方だとか、いろいろ関わって運営会っていうのを開催していますが、だから最初考えて8月20日に考えましたけど、4ヶ月以上かかってですね、その方針を決定するに至って、ワークショップを開催しようというふうになって、2012年の3月からですね、募集開始。そして、2012年の5月に第1回ワークショップっていうふうに流れが進みました。で、推進体制としてはですね、明日の森づくり基金の運営会がもちろん、方針を考えて企画するんですが、実際の推進の運営はですね、事務局を作りまして、まずは、北ネットさんにですね、業務委託しようということで業務委託をしました。そして講師としては、森ネットの山本真希さんとか、雪印病の鈴木さんなどにも関わってもらって、コーディネートは宮本さんにお願いし、川口さんにもお願いしてですね、業務委託をすると。で、それを明日の森基金の運営委員会と、森基金の事務局の方でですね、一緒に関わって、推進していこうというふうにしたところです。2012年の4月にはチラシを配ったりして参加者8名、そして5月ぐらいにまた8名参加し、その後増えたりして、初年度は24名ぐらいからですね、進めるということで、まあほとんどの方は森づくりに興味はあるんだけど、知識や経験はない植樹祭に参加して、まあ
育児も何回かしたっていうような方々を中心にですね、一般の組合員さん、市民の方が参加したということです。後ほど詳しくは話しますが、そんな中で2014年度からはですね、北ネットさんに代わって、雪印市病さんにですね、共済という形で業務を委託して、この1年間は進めてきたという流れになっているところです。まあ、現在の図だとかはこういうことですが、まあ、後ほどまた出てくるかもしれませんが、ワークショップを進めるような経営化の概略ということでですね、一旦私の報告とさせていただきます。はい、ありがとうございます。皆様のお手元に今日お配りしているこの森区05って書いてあるのがあるんですけど、これ、去年、一昨年出したのかな。この14ページと12ページから15ページまでに、森区の中で、この F の森の当時の状況を、状態というか、どんな風にやってるという記事があります。そこに、全体のこの敷地の地図なんかもあるので、お手元で見れると思います。で、前浜さん、はい。この準備の時に、この F の森ってどんなところ、F ゾーンですね、まだ当時。どんなところっていうのも一緒に見に、私たち。はい。はい行きましたよね。はい、当時、熱心な、あす森のご担当者の方もいて、はい、その方も、この場所、すごい面白い場所だって、言っていて、見に行ったら、このゾーンで、例えば、猫の目湿地って今名前ついてるんですけど、あそこは雪解け水がこう溢れ出てですね、滲み出てきて、そこから川が生まれてたりとか、丘の上では片栗が咲いてたりとか、向こう側のくるみ平っていうところには、他にほとんど木がないんですけど、そこだけなぜかこぼれ種でくるみの木が1メートルくらい生えてたりとか、すごくその場所自体が面白いところだったんですよね。はい、で普通の植樹って言ったらもうバーッと土を起こしちゃって、まっさらなところにまっすぐ決めた木を植えていくっていうところだったんですが、そうじゃなくて、ここでやっぱり人作りとかワークショップやりたいねっていう、背景には、この土地のなんか魅力ってありましたよね。そうですね。ここ本当に牧草地が、牧草地で、木はほとんど植えてはなかったんですけども、まあ見てみたら、クルミが生えていたり、いろんなちょっとヤチダモがあったりっていうようなところを、まあ見てからわかるんですけども、そういうようなことがあったりして、はい。はい。結構面白いところで、当然、A ゾーンの方の植樹は、さっき宮本さんが言ったように、区画をこう、ピチッと決めて、ここは何の木を植えるっていう一種類の木をドッと植えていたんですけど、それもこちらで全部考えて植えていたんですけども、そうじゃなくって、ここは、ちょっと、みんなで考えていこうよっていう話になったんですね。それではですね、前浜さんに、この本当に土地選びの時からずっと運営で関わっていただいてるんで、これまでのこの F の、森づくりの、流れといいますか、こんなことしてきたねっていうのをちょっと振り返っていただければと思います。はい。はい、F の森のワークショップ、今言ったように、当初、A ゾーンの方は結構広さがあったので、10年計画で植える予定だったんですけども、参加者がとっても多くって、最初バス2台ぐらいかなって言ってたのが、もう200人ぐらい応募が来てしまって、いやいやいや、バス増やそうよっていう話になって、全員落とすことなく、抽選で落とすっていうこと、作業もしなくって、全員の方に来ていただいたら、あっという間に植樹地がもう植え終わっちゃうんですね。5年間でなんか植樹地もうなくなっちゃいますよみたいな状態になってしまって、じゃあ新しいところどうしましょうって、10年持つと思ったのに5年でなくなっちゃったから、じゃあ急遽探しましょうということで F ゾーン。で、結構ここ広いところなんですけども、なんか起伏もあってどうなんでしょうねってなった時に、その A ゾーンを最初に植える時はもう事務局の方で今年はこの木を植えます。ここにはこれを植えますって決めて、どっといっぺんにその木を植えていたんですけれども、もうせっかく F ゾーンに行ったら、その、いろいろ関わってくるサポーターさんもいっぱい増えてきたし、その中で、やっぱりもっともっと関わってもらって、森づくりに参加してもらう森づくりのリーダーさんに、いずれは
なってもらえたらいいねというようなちょっと下心も持ちながら、森づくりのワークショップというのを始めていきます。で、最初にチームあす森というような形で、メンバーを募集します。で、ここにも書いてあるように、ただ植えて、植えて、で、育ててっていうよりも、もう、そこの、どんな森にしていこうか、ここをどんな森にしていこうかっていうことを考えながら、こう伝えていける、その楽しさを伝えていけるようなメンバーを募集しますよ、ということで、デザインを作るプロジェクトっていう F の森森づくりワークショップというのを開始しました。これが募集チラシですね、その時の。で、全体像は、まあ、先ほど見た話のと同じなんです。これもいろんな名前が入ってますけど、これも全部、みんなで歩いて、ここはなんて名前にしようか、っていうふうに全部決めたんです。F の森というのも、単なる F ゾーンだから F の森ではなくって、ちょっと、その辺も行き札があります。で、まあ、ワークショップの目的なんですけども、ただ、単にこう木を植えるだけではなくって、まあ、育樹なんかにもちょっと関わってもらうんだけれども、この森林再生ということで、まずそこの環境を F ゾーンを歩いて、この土地だったらどんな木を植えたらうまく育つだろう。で、どんな木が本当は生えたいと思ってるんだろうみたいな、そういうところをまず学んで、やたらその辺の木を持ってくるんじゃなくって、ここには土地に合いそうな木を持ってこようよねっていうことで、まず現地調査に何回か足を運ぶことになります。それから、結構、参加した方は結構、高齢の方も多いんですけれども、長期ビジョン、この森が、まあ、大きくなるって言ったら、やっぱり10年や20年やかかるんですけども、その10年後、まあ20年後、孫がここに来た時に、あ、ここの木、おじいちゃんたちが、おじいちゃんおばあちゃんがここをデザインしたんだよね。こういうふうな、考え方でここを作ったんだよねって歩いてくれるっていう、そういうような、もう結構、夢を見ながら、何年後かの、この夢を見ながら、デザインをしていくという。結構これ楽しくてみんな笑顔で、自分は見られないかもしれないけども、50年後にはきっとこんな風になってるっていうことを、みんな、笑いながら、話すんですよね。楽しそうに話すんですよね。っていう、まず、その市民参加ということで、自分たちが、この土地を自由にできるっていうのかな。自分たちがデザインして、自分たちが植樹する木も決めれるっていう、その辺の、発見だとか発想をもう自由に話し合って、それを形にできるっていうところが、すごく、受けてるところかなと思います。で、まあ、人材育成ということで、森づくり活動の、コープ札幌もいろんなことをやってて、食育だとか、環境問題とかもいろんな取り組みをしてるんですけれども、やっぱり森づくり活動ってなかなかやっぱりその森に行く、虫が嫌いな人とかも結構いるので、森に行くっていうと、ちょっとハードルの高い部分もあるんですけども、でも逆に森が好きな人もいるよね。そういう人たちに、組合員の、そういう組合員さんに参加してもらって、喜んで私は森に行きますよっていう人たちに、そういう活躍する場を、もう作れないだろうかっていうようなこともちょっと考えて、森づくり活動のリーダーにいずれはなってもらえないかなっていうこともちょっと考えながら、この森づくりワークショップっていうのを、企画しました。で、これが、先ほどの、森ネットの山本真希さんですね。で、こちらが、鈴木さん、今日さん、パネリストでいらっしゃる。で、雪樹支部の木村さん。この三人の方を講師にして、森の中を歩きます。森じゃないですね、牧草地ですね。ただの牧草地を歩いていきます。で、F の森。これ、先ほども言いましたけど、単なる F ゾーンだから F の森ではなくって、ここの森の名前何にしましょうねっていうことで、必ずバスの中で行き帰り学習会があるんですけども、で、感想なんかも聞くんですけども、名前どうしましょうって皆さんに、出してもらいました。そしたら、まあ、楽しい、ファンですね。楽しみっていうファンだとか、ファミリーの F。それから、復活。もう、ここを行き帰った、
あの、イタドリの林から出て、ああ、生き返ったって、あの、本当に感じたのと、ここを復活させよう、生き生きさせようっていう意味の復活だとか、あの、まあ、未来っていうことで、フューチャーの F ですね。っていう、まあ、森がフォレストですから、もともと F。なんか、いろいろ F って使えるよねっていうことで、最終的にいろんな意味を含ませた意味の F の森という名前にこう決まりました。で、案内看板もこんな風に F の森という看板を作って、植樹祭の時にこう除幕式をした図ですね。あの写真です。で、5周年ということで、ここは F の森もっと親しめて、ここにもう組合員さんが自由に来て、ここで、あの、お弁当を食べたり、なんかいろんな活動ができるようにということで、ちょっと座れる場所。これも、道産の木材を加工している、あの、こう、会社から作って、工場から取り寄せたものです。で、これが全体像、一番高い場所から、じゃなくって、あの、テラスのとこですね。さっきの、あすもりテラスの、どこだったかな？机が置いてあった。そうそうそう。はい、そうですね。はい。さっき、あの、置いて、テーブルとか置いたところから、ちょっと、この、あの、F の森のメンバーさんが、ちょっとなんか横一列に並んで、これから歩いていくぞっていうような、ところです。はい。このぐらい広い、ちょっと起伏もあって、木も生えてたり、まあ、草もいっぱい、イタドリもいっぱい生えてるようなところです。で、そこを現地を歩くだけではなくって、このように、座学もしますね。ここはどんな木が生えてたから、ここをどんな風に道をつけましょう。まず本当に何にもないところなので、どういう風に道をつけたらいいだろうっていうような話だとか、ここにはどんな樹種をどんな風に植えたらいいだろうっていう、先ほども、稲垣の話にあったように、親子連れが多いので、ちっちゃなお子さんでも、こう、ちゃんと植えられるような、そういう、こう、デザインをしましょう。ということで、結構、いつも、こう、二チームぐらいに分かれて話をするんですけども、自由に発想するので、必ずしも意見が同じにはならないので、それをまとめる、鈴木さんだとか山本さんは、かなり毎年苦労をされるとは思うんですけども、でもその間も、もう、楽しいんですよね。こう、話をまとめ、グループごとに話をまとめるとか、その、両方から出た話をまとめるっていうのも結構面白い作業で、みんなでなんだかんだと言いながら、ずっと皆さん笑顔で、話し合いをしていきます。で、こんな風にですね、今日も参加してる方、この方、会場にもいらっしゃいますけれども、はい。で、うちはこんな風に考えました。うちのチームはこんな風に考えました。っていうことで、グループの内で話し合ったことを発表してもらいます。で、植樹祭の時には、その、参加した、F の森のメンバーさんが、ガイド役をやっていただいて、バスの中でも F の森ってこんなところなんですよっていう話をしたり、当日は、こう、引率のお手伝いをしてもらったり、というようなことで、もう大活躍をしていただいてます。はい。ということで。補足しますと、大体5月から11月くらいまでワークショップをやって、で、11月終わりに次の年、この広い広大な F のどこに木を植えるか、来年植えるか、それからどんな木を植えるか、道はどうするかみたいなデザインを作ります。して次の年の、6月に、植樹祭があって、そのさっき言った何百人の方に、お願いして、そのデザインに従った植樹をやっていただくんですね。それで、その、今リーダーとなってくださっている F の森に参加、ワークショップに参加している方が、どうして今年はこういう植え方をするんだとか、この道どうしてこういうふうにつけたのみたいなことを皆さんに説明したりとかですね。そういう形で、伝える役をやってるって感じですよね。うん。うん、さて。はい、パソコンをこっちにちょっと移動しますか。うん。
雪印種苗の鈴木さんに今、ライトが当たっています。うん、鈴木さんにはですね、この、最初に植えたの2000何年でしたっけ ?10 年でしたっけ ?10 年でしたっけ ?11 年。12年、あ、11年の、じゃ、12年のお正月くらいですかね。そしたら、ぜひ、講師をお願いしたいというふうに、お願いしたんですけれども、そうですね、マキさんと、山本マキさんと鈴木さんと木村さんにお願いしました。その理由といいますか、まあ、私たち北ネットがまず最初プランを作ろうじゃないかっていうことになって、で、まあ、初めは、日本のどっかの NPO がこういうことはやってると思ってですね、どっかそういうのを参考しながら、作れば大丈夫かなと思っていたら、人づくりプログラムはいっぱいあるんですけれど、森の技術を学ぶとかですね、こういう何にもないとこに、道からつけていくプログラムっていうのは、もうほとんどネットで一生懸命探しても例がなかったんですね。で、よく考えてみたら、こんな広大な土地好きな数に使えるなんて、やっぱ北海道くらいしかないのかなと思って、ですから見本が何もないんですよ。その中で、まあ一年のこんな感じでっていう流れは作れたんですけど、もうどうやって一つ一つ進めていくっていうのは、やっぱりもう本当にプロの人に意見を聞きながらやらないともうできないねっていうことになって、それで普段本当にキノコと植えることをお仕事にされてる鈴木さんや、森作りで道をつけることから始められてる牧さんに、お知恵を借りてですね、一つ一つプランを自分たちでゼロから、作っていった、準備をして作っていったという流れなんです。それで一回やるごとに反省会をして、今日ここは足りなかったとかですね、ここをもっと皆さんに知ってもらいたいねみたいなことを、議論して、それでまた次のプランを作っていく。一年目はそんな感じでしたね。はい。聞いてます。はい。それで、まあ、今に至るわけなんですけど、で、まず鈴木さんにまず、どんなことを今まで会社で、あるいは、社会貢献としてしてきたかっていうことを、まず話していただいていいですか。はい、雪印種苗の鈴木と申します。まあ、今ね、森づくりの、プロというような話出ましたけども、こんなところに、こんな森づくりをしたことは僕らも全然経験がなくて、一体どうすんのかなっていうのは確かにありましたけど、でもなんかどうやってもいいと。さっき、出てたね、こういう、森づくりをしたいんだってことに、向かって誰もやってないようなことなので、まあ、じゃあそれ考えながら、しかもみんなでね、やっていこうと。いうようなところから始まったので、まあ反省も多少しましたけれども、まあなんせやったことないことなんでね、楽しくやっていこうと、しかもまあ年々こう変わっていくのをね見ながら楽しめるということで、まあ続けてきてるわけです。でその前にですね、まあ雪印種苗って会社はなんだかよくわからないと思うし、なんでこう一緒にやってるのかもわかりにくいと思うので、ちょっとどんなことを、やってきているのかっていうことをちょっとお話しさせてもらいます。今日何の話するかっていうのを最初に出ますね。雪印というところの企業理念だとか、これどんどん進んじゃいますね。自動です。自動？いや、そんなことないな。ちょっと戻しますね。まあいいか。僕、環境緑化部門ってところにいるので、2番目で僕のしてる仕事という話を先にしますね。あ、自動に行きますね、これね。どうしましょうかね。まあ、自動で行く前に喋り終わればいいですね。はい。雪印メグミルクというグループなんですけれども、まあ、伊達に雪のマークをつけてるわけではなくて、北海道で、酪農というものをね、この厳しい大地の中で、話じゃないですね。ちょっとそっちの今のやつに引っ張られましたけど、どうやって土作りをして、いかに、農業をやっていくのかっていうことを最初に
考えてですね、まあ、組合という形で、農業者の組合で始まったのが雪印です。まあ、近年ね、いろいろとありまして、形は変わりましたけれども、もともとの理念は北海道で、酪農をいかに土作りをしてやっていくか、県土県民という、思想に基づいてですね、スタートしてます。で、お、これはこうか。お、なんか、はい。それで、まあ、会社のね、方針というか、社是ということで、ここにあるようにですね、ここの、循環型農業と、はい、自然との共生というようなことが、まあ、ゆくゆくと回り回って、まあ、循環型農業ですとか、環境保全型農業ですとか、そういったようなものに、こう、技術で貢献しようというのが、雪印グループの考え方です。でそういうことがありましたんで、まあ、そんな中でですね、僕ら環境緑化部門というのはですね、順番がこう、うまく出ませんね。まあ、公園、燃える沼公園とかですね、こういうグラウンドですね、これ大分スタジアムかな。こう作ったり管理したりですね、まあ、公園の管理ですとか、これ滝野公園ですけども、こういう大きな公園の管理とか、をしています。はい。これ順番逆になりますね。で、僕のやってる、自然復元の仕事っていうのは、まあ、だんだんこう、森づくりにつながっていくわけですけれども、こういうですね、工事の跡地とかをですね、森と、自然に戻していくということをしています。これ、川とかですとですね、まあ、これなんかも、河岸、どうしてもこう、いろいろ防災の工事とか、いうことの後にですね、まあ、これがいいのかどうかっていうのはいろいろ議論がありますが、こう植生を復元していくというようなことです。あと、都会ですとか、ビオトープですね、ドームの、札幌ドームのとことか、札幌ビの工場とかに、ビオトープを作るとかですね。まあ、もともとその自生の植物で、そこを元に戻すという仕事をしてます。釧路湿原なんかでは、まあ、子供たちと苗を作って、丘陵地帯を、が裸になってるんで森作りをしたりですね。まあ、道路の、周りとかですね。そういうところで、これも6年間やりましたけども、函館新道で森作りとかですね。種を拾って、種をまいて、苗を作って植えていくと。まあ、そんなんでこういう森がだんだんできて、これ6年ぐらいなんで、今のF の森もですね、6年ぐらいするとかなり、ちょっとできたぞって感じになるんじゃないかなと思います。あと、野の花とかもですね、面白いというか、まあ、なくなっちゃってるんで、もともとあった野草をですね、こう、公園の中にも、作っていこうっていうようなこともしています。ちょっと変わったところではですね、あ、ここは、そうかそうか。はい、石狩湿原、ちょっと乱れてますけども、石狩にもともとあった湿原をですね、戻していこう。で、そこに、ホロムイ七草という言ってますけども、ホロムイと名前がついた湿原の植物が、まあ、かなりなくなっていると。こういうものを復元していくためにですね、開発局さんと、あと地元のですね、フラットナンポロさんと一緒に共同でやってまして、こういうホロムイイチゴですね、まあ、だんだんここ湿原も唯一のように残っている微媒湿原ですけれども、笹がどんどん周りから入って乾燥化してるんですけども、ホロムイイチゴの花と、実なんですが、どんどんこれらが生きているところがなくなって、で、林業試験場さんと一緒にですね、これ、組織培養で増やしたりとかですね、しています。今度大震災、東日本大震災の津波の被災地なんかでは、このように防潮堤がどんどんできてきてるわけですけれども、あと海岸林の盛り土なんかをね、どんどんしてるんですね。こういうところで、少しずつ回復してきた、海辺の生態系も、壊されていってると。今日は石狩からも石井さん来られてますけど、海辺の植生は北海道にも少し残って、大事にしているので、僕らの力が使えないかなということで、これもですね、北海道と、東北をつないでですね、こちらでな、向こうから種を持ってきて苗を作って、それをまたみんなで植えに行こうという活動をですね、市民の方々と一緒にやってます。こんなことを、やってると。いうことで、ここ言っちゃった方がいいかな。なぜ、はい、はい。ここは止めた方がいいですか。いいですか。で、この、コープ森づくりワークショップに関わる、きっかけというのは、まあ、特徴としてですね、先ほどからお話のあったように、レジ袋を断った人の思いを森づくりに向けていると。いうことで、まあ、多くの人の環境保全の意識を形にする。
そういう仕事だなと。それから、多様性豊かな森づくり。ちょっとね、植樹というよりは、再生というようなことをね、お話ありましたけども、僕らはその自然再生、自然復元の仕事をやってますので、そういう技術を活かせるんじゃないかな、新たなことができるんじゃないかなっていうことを考えました。それから市民の発想で森をデザインすると。まあ、なんか珍しい、取り組みだなと思いまして、まあ、市民参加ということとか、人材の育成につながっていくということ。それから、まあ、そんなことでですね、我々がというか、雪印が目指す社会貢献とか、環境汚染の理念と合致するなと。それから、まあ、これまでの技術を活かすことができるし、新たな取り組みということで、それを伸ばすことができるんじゃないか。新たな試みだなということで、参画しようというふうに考えました。ここまで。はい。雪印支部さんがどういう、こういう社会貢献活動をやってたかって、こういうふうにまとめて見るのは初めてです。皆さんは知ってましたが。意外とね、皆さん淡々とやってますよね。ということでですね、こういう、まあ、会社の、企業の、元々のテーマがあって、それでここでこう、出会って、今、2014年からは本当に、運営の方まで、北ネットがもうできない、助けて、お任せろ、みたいな感じで、講師だけではなくてね、運営の方も、バトンタッチして、やっていただいて、さらに、私たちよりももう中身も濃い、学ぶことも多い素敵な、ワークショップにまた、どんどん、成長した、しているっていうふうに聞いています。で、まず、そうですね、ここから、皆さん質問なんかあったら、この場でやっていただいて、一緒に、2014年の取り組みをですね、鈴木さんに説明していただいて、ちょっと、どんなことをしたかなっていうのを見ていこうと思います。よろしくお願いします。はい。次のスライドがそれだったかどうか今不安で、いたんですが。ああ、いいですね。はい。ああ、いいじゃないですか。では、実際の活動を見ていきましょう。マキさんも疲れちゃって寝てると。まあ多分、活動にというよりも前日の活動で疲れたんと思いますけども、旭川から来ていただいているので、かなりハードな中でですね、やっていただいてます。はい。で、このように、まあ、地図をですね、最初みんな持たされました。あ、ここにありますね。まあ、地図。懐かしい。白地図。さっきね、前浜さんがおっしゃったように、こう、まず歩こうと。歩いて地図を作ろうと。名前つけていこうと。で、どこにどんなものがあるのか、どんどん白地図に書いていこうと。で、渡されましたけども、まあ、大抵の方々はですね、これ渡されてもですね、どこが谷で、どこが山かわからないと。まあそういう方々、何これっていうのを持たされて、今ここでですね、このように持たされているんですけども、さっきこれ出たくるみ平のとこなんですけどね、持たされて、歩かされて、まあとりあえずどこなのかわからないけど、そばにいる人がここの辺逃げろとか、ここほら沢だよとかって言いながらですね、ちんぷんかんぷで3回ぐらい歩いたんですけども、上り坂もですね、雨の日も、板取りの中もですね、深い藪の中も、散々歩きました。それで、その中でですね、こう、山本真紀さんも森行くなんかで、熊の話とか蜂の話とか書かれてますけども、まあそういうようなお話をですね、こう、葉っぱがですね、なんでこんななってるのかとか、これで一枚の葉っぱなんだよなんて話をですね、しながら、また、何かこうね、あったぞというのをみんなで見ながら、こうやってですね、まあ森のことを知りながらですね、生き物のことを語りながら、歩いています。多分ここなんかではなんかうんこがあって、何のうんこかなっていう話を、まあ、毎回一向にこのうんこを、こうね、これは熊だとか、狐で何食ってるとか、でもこの季節じゃなければこんなもん食ってるとかって言いながらですね、みんななんとなくこう森の中、森を作る、そこにいろいろ関わる生き物たちもね、どうやって、自分たちがいない時にここに関わってるのか、どういうふうに関わりを持ちながら、いる森をイメージするのかってことを、だんだんにね、耳から、目から、肌から感じながら、森をイメージしていってると思います。で、一回ですね、森、ここね、牧草地を歩いていても、森ってよくわかんない、どんなイメージが、なものになるのかなっていうのは、見とこないなっていうことがあって、一度森の、もうできてる森
のね、体験に行きました。これ山本真希さんの持ってる鬼です。一個戻しますね。ここで、チェーンソーで切ってですね、上から、こう一本倒すと、バッとこう上が開くっていうですね、その光の奪い合いをしている、森の中っていうものをちょっとイメージして、まあ、30年後こうなるんだよねっていうことを、感じたり、あとこうやって木をみんなで運んでね、仲間意識を深めたりしました。で、これはどんぐりをちょっと植えてみてですね、どうやって森が育っていくのかっていうのを、まあ、苗木ではなくてですね、ちょっとどんぐり植えてみて、これ1年後、2年後かな、こんなになったよっていうのをみんなでまあ見たりしてます。はい。時に森での伐採体験やどんぐりからの成長の観察から森作りをイメージしたりですね。で、まあ植樹。こういう、育樹ですね。これは縛ったりして、繋いだりしてるんですけども。まああと、育樹ってことでですね。特に A ではそうでもなかったんですけども、F になってからですね、わっさわっさこう、イタドリが生えてきたりですね、泡立ち草が生えてきたりしてるので、それをちょっと取ろうということで、まあ、育てる、守るっていうような活動にも入ってます。はい。で、まあ、食事や育児の体験を通して、何に気を配りながら進めるべきかを、専門家に教えてもらうんではなくて、自分たちの実感としてね、学んでいってるなって感じがします。で、そんな体験をもとに、これなんか熊みたいだなって話をしてたんだと思うんですが、どんな森を作ろうか。まずは場所に名前をつけよう。まあ、これだいぶつけて2回目か、2年目かぐらいですかね。はい。じゃあどんな森にしたいって、まあ、こうやって歩いてね、イメージがだんだん湧いてくると、みんなこうわっと手を挙げるような、はい、感じになってました。で、こうやってですね、地図の上でですね、川口さんが作ってくれた綺麗な地図の上に、いろんなイメージをみんなで重ね合わせて話して、ここに何つく、あったらいいなとか、こういう木が生えようとしてるんじゃないかなとかっていうことを、話し合いながら、まあ、地図に書き込んで、で、発表してですね。まあ、さっき出たようなですね、植樹。これ最初の都市の植樹計画が1年歩き回ってですね、最初端っこのところに、このように植えようってことに決めました。で、まあ、その前にですね、どう植えるかなって、今までね、こう、の植樹というのは大体はこう、この面積の中に何メーターピッチで、ずっと植えるっていうこと。で、しかも針葉樹でやると。まあ、広葉樹でやるとどうなるかよくわからないって、あんまやったことがないのでわからないかったり、あとまあ、ね、鹿に食われたり、ウサギに食われたりってこともあるので、あまり、どうやったらいいってのは分かってないんですね。なんですが、いろいろ調べたり、話したりしてると、北海道立試験場、林業試験場、今日、田中さんも来られてますけれども、の方で、どういうふうに、根高林を、自然な根高林、広葉樹がいろいろ混じった林を作るにはどうしたらいいかいろいろ研究されてました。で、その中でですね、このようにですね、7メーター角の、パッチワークと呼んでましたけど、いろんな樹種を、7メーターの中に同じ樹種を植えると、こんなになるっていう、なんとなくこう、いろいろと力関係で、早く伸びるのがバーッと横に広がったり、まあ、縮まったりとかしながらですね、こういうなんとなく、自然の林に近い、ような、林ができるぞってことが、分かっているということだったので、そんなようなイメージのものでやっていこうっていうことにしました。それでさっきの、絵になるんですけれども、で、まあ植えて、待ちに待った春が来まして、まあ、前浜さんが喜ぶ美味しい、あれですね、八ちぶきとかですね、美味しい、片栗とかが出てくるわけですけど、綺麗なですね。で、ところがですね、ここはですね、雪がすごい多くてですね、こうバキバキ折れるんですね。こう枝が折れたり、こう幹が折れたり、果てはこのようにですね、提灯畳と言ってましたっけ？こうバキ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 と折れるというようなことでですね、まあこれは困ったなという、実は感じなんですね。で、まあ、ウサギにもこう、スパッとこう、食われたりとかして、もう、すごい被害になると。で、じゃあどうなんだと。まあ、ひどいねと、落ち込んでいてもしょうがないので、実態はどうなのかみんなでじゃあ調べようかっていうことで、高さを測ったりですね、被害を、書き込んだりとかして、こう、測ってみました。今年のことなんですが。で、このようにですね、書き込んで。まあ、最初僕らも、
やったことがあまりなかったので、非常に手際が悪かったんですが、記録をしました。で、このようにですね、これは何かと言いますと、生存率のグラフです。これは、あんなに、二十何種類も植えたんですね。その中で、まあ、多いものから、数えたやつです。これ、100% なので、で、2013年が青で、2014年が赤です。で、まあ、大体実は生きてると。100% 近く生きてて、まあ、ひどいなっていうのは一つだけで、マカバだったんですね。これ、マカバがなぜひどいかったかというと、ちんと受講の、がありますけれども、ちょっとこれじゃあれですけど、マカバ、まあ最初10センチぐらいの苗木だったんです。なくて。マカバ植えたいのになくてですね、10センチぐらいの。で、あとはもう、50センチとか60センチの、木を植えたんですけども、このようにですね、マカバ3割も枯れたんですね。枯れた、踏まれたりなんだりもしたんですけども。それで、まあ僕はマカバを、ちょっとリスペクトしてたんで、かわいそうだなと、そんなにひどくないのになと思ったんですけど、これが、で、樹高を測ってみると、まあ、ケイマハンノキなんか1メーター、2メーター近くなっていて、まあ、カツラが1メーター、まあマカバなんかはまあ40センチぐらいになって。まあ、それをですね、植えた時と比較すると、実はマカバ3倍になってる。あ、6倍かなこれ。6倍かもしれない。ん？本当？ 6 倍ですか。6倍。はい。実は、残ったのは少ないけど、たくさん伸びたというのと、まあ、あと1っていうのが、要は変わってない状態なので、折れたりね、食われたりして、まあ、変わってないのがほとんどで、ちょっと、ま、水の中半分以下になっているというようなことが分かりました。これ専門家である、林業試験所の棚橋さんがまとめてくださったので、みんなでこれ見て、ああ、なるほどって、感じました。で、もう一個調査でですね、どんだけ折れてるか、見たらですね、なんせカツラめちゃくちゃ折れてんなと思ったら、本当に70% ぐらい、ですね、折れてるのが。で、あと、まあ、桜とかが30% ちょっと北こぶし。まあ、このあたりが非常に折れやすいんだな、いうことが、はっきりグラフでわかります。で、食害ですね、食害どんなやつが食われてるか。山桜、イタヤカエデ、シラカンバ、ハルニレ、ナナカマド。このあたりが非常に食べられているということがわかりました。で、そういうことをですね、専門家から教えてもらうんじゃなくて、自分たちで調べてね、書いて。で、まあ、グラフ自体は、田中さんに作っていただいたんですけれども、やっぱりそうだと。桜、カエデ、カンバ食われるぞと。カツラめちゃくちゃおられると。ね、いうことが、はっきりわかったと。非常に効果があったと思います。で、まとめるとですね、植える前に1年かけてデザインをしていくということで、さっきから出てますが、どんな木が育ちたがっているか、どんな森にしたいかっていうことをよく歩きながら考えると。また人と喋りながら考えるということを1年もかけてやるわけです。で、これはマキさんがよく言ってますけども、木も育てるけど人も育てるんだと。実際育って、出ているなということはさっきからも出ている通りで感じます。で、自分たちで調べて答えを出す。専門家に教えてもらうんじゃない。ね、感じて、しかも調べて答えを出している。ただ本当に身につくってんですかね。人にも説明し、できるという感じになります。で、皆がワクワクする新しい形のね、森づくりが本当に進んでいると思います。この後っていいのか。いいですか。で、ほんとね、こんな感じで、みんな、いい顔してるんですね。はい。実にそうそう、アンケートなんかもね、ありましたけど。はい。まあ、この中に今日来ていらっしゃる方もいるんで、うちのスタッフも映ってるんですけどね。参加されてる方、割と続いて参加してますよね。で、こうやって見ていただくと、女性の方がすごい頑張って参加してるなっていうのもわかりますね。で、若い世代の方がですね、見てると、1年間は参加してくださって、子供連れで来てくれるんですけど、なかなか2年、3年って継続して、まあ、それが難しいなと思って、
思って見ています。それはやっぱり子供の運動会と使っちゃったりとかですね。やっぱりいろんな事情があって、なかなか、でも、また、子供さんが大きくなったらまた参加するって言ってる方もいますよね。前浜さん、この何年もずっと、まあ、参加者の立場っていうか、視点でっていうか、目線で、いて、皆さん、この、継続してられる方、どういうふうに変わってきたと思います？見てて、どんな感じします？最初は本当にもう、それこそ地図を持たされると、どっちが上、私は今どこにいるのみたいな。私は方向音痴だから全然わからないみたいな。いちいちもう歩くたんびにどっちに向かってるのみたいなことを言ってたのが、今はもう普通に、自分の森みたいな感じで、F の森に行っても、別に、講師の後ろからだけじゃなくって、普通に自分で歩ける状態にもなってますし、ただ、自分でこう、最初はもうただ聞くだけだったのが、今はもう、意見もバンバン言ってますね。で、本当に植樹祭のスタッフをやってもらってるんですけども、スタッフの時も、私なんて人の前で喋るのはって言いながら、バスの中で結構長い時間、F の森ってこうなんですって、自分はこういうふうな形、ことをしたいと思って、参加してるんです、みたいなことをお話しされる方とか、結構、もう、十分スタッフとして、皆さん活躍してますね。鈴木さんから見てどうですか？参加者の方の変化っていう。そうですね。この写真見てもわかるようにですね、ほとんど室内というかですね、座学で、まあ、現場行くとこう、ニコニコしてるのは、まあ普通っちゃ普通なんですけど、帰ってきてこれさっきの、どういう森にするかっていう話し合いをした時の、語ってる時の写真なんですよ。それで、まあ、後でアンケートも出てきますけども、皆さんこうやって、私たちはこんなに楽しくなったんだと、ね、語ってるとこなんですね。なんていうんですかね。多分、完全にこう、自分たちが森作りを考える、森を再生する。で、そこにはこういう生き物が来たり、孫が一緒に遊んだりとか、いろんなことが、イメージが、どんどんこうできて、たので、まあそれしかもどんどんできただけじゃなくて、こうやってみんなで絵を描いて、そしたら300人来てあって植えていくと、植えた後に見たら折れたり、食われたり、まあ伸びたり、その折れたとこからまた伸びたりっていうのをこう実感してね、それは本当になんですかね、生き生きした気持ちになってるんだなっていうのは感じます。はい、参加者の方から毎年アンケート撮ってますよね。感想いただいてる。それをですね、ちょっと鈴木さん、こう、ラジオのパーソナリティみたいな、そういう感じで、ちょっとおはがき読んでいただく。会場に来てらっしゃる方もいらっしゃいますけど、まあ、後で聞きます。はい。そうですね。ここに、いらっしゃる方なんかの声なんですけども、こんなに自分が楽しんでいていいんだろうか。寿命が伸びてる。とかですね、はがきが届くたびにワクワクするとかですね、50年後、100年後、子供たちがどう関わっていけるのか考えていきたいとか、他の参加者の変化が面白いとかですね、そういうようなですね、本当自分はどんなにこの活動をやって生き生きしているかっていうことを、語ってらっしゃいますね。ですね、そこに参加者の方がいらっしゃるんですけど、ちょっと声を、顔を映さなくてもいいですよ。はい。さあ、お願いし、どうですか？ S でいいですか？はい。S と申します。普通の一般的な植樹祭に向かうときって、多分もう参加者植えるだけですよね。もうほとんどね。当て替えをもらってそこで植えて終わりって。で、あと、その、要は1年間のリピートっていうのがすごく少ない。普通をやってるときに。で、このワークショップはもう結局1ヶ月、2ヶ月に1回ぐらいやってるんで、ちゃんと植えた後こうフォローして見える。だから余計にやっぱり実感しますよね。ああやってやるとね。うん。
だそのところがみんなこういう顔になっちゃうのかなと。うん。で、やっぱりなんか悔しい時もあるかもしれないですよ。枯れちゃったり、ああいう。そういうのもあるんだけれど、でもそれは、決して枯れてないものもやっぱり残ってると。いや、ちゃんとこれは折れちゃったけど、カツラなんか折れちゃったけど、結局、あれは、ああいう性格のものだから、ブワーッと、そう、ああやって、大きいカツラを見ればわかる通り、かなり防火していくね。やっぱりああいう変化が、もう、なんだろうな、小さな時からああいう変化をしてる。なんかそういうのがわかってくるっていうね。で、最終的に育った形がわかるかなと。そういう、なんかもう、将来の姿もある程度自分らで考えられるのかなっていうのがこのワークショップの面白さかなと思いますけど。はい、講師の牧さんがですね、山本牧さんがちょっと書いてるんですけど、現場を歩いてミクロな環境の違いに気づき、マクロな自然界の流れを考える。っていうふうに書いてますから。まあ、そういう、なんか、確かに、言われてみればそんな感じかな。こう、じめじめして、八田も生えてるところに、こう入ってね、こここんななんだっていうのと、まあ、そういうところでこうね、木が尖って、林になってるとか、あれは、こういうところできっと、若木の頃ね、育って、こうなってんのかなっていうことだとか、まあ、なんていうか、時間の、今見てる、ものからこう、時間、前と後ろにある時間と、その季節の中でこう、雪がドンと積もったり、ある日動物が来て食っちゃったりっていう、その見てない時間もイメージできるっていうことが、やっぱりこうね、すごい生き生きさせることなんじゃないかなっていう。あと脳もね、想像することで動くんじゃないかなと感じますね。参加者の方が言ってたんですけどね、北7西中いくつくらいに、八千代公園っていうのがあるんですよね。その F の森で水が湧き出るとこは八千代しか入ってないっていう感じですよね。それを見た後で八千代公園に行ったら、あ、ここは昔すごく湿地だったんだなっていうイメージが湧いたとかね。そういう日常の中で自然を想像する目っていうのが、変わってきた。っていうふうにおっしゃってたのがすごく印象的。自分の庭とか裏山とか、そういうところを見るときも、そこはきっとこういう場所なんだなっていうことを考えるようになったって言ってらっしゃる。それが すごい面白いなと思いました。で、今日ですね、参加者に、無茶ぶりなんですけど、先ほどの、調査をしてくださった、棚橋さんがいらしてるんですけど、棚橋さんはちょっと顔出そうかなっていう。こちらちょっと今、いらっしゃいます。うん。棚橋さんは突然この、ワークショップに突然現れたんですよね。突然じゃないのかもしれない。なんで現れてこんなに関わっちゃったんですか？研究課題で企業の森づくりというものを始めまして、実はちょっとこの3月まででまだすごい終わってなくて焦ってるんですけど、そういう不純な動機からちょっと近づかせてもらいました。でも本当ここまでなんていうか森づくりを深くやってるところってなかなかないのかなっていうのが、もう自分でもなんかこう結構調べてこうグラフ出してっていうのは私の仕事なんですけど、なんかそれをこうみんなが見ておーってこう。なんかこう対応が変わったりするのがもうすごい私としても、いや、調べるってちゃんと意味があったっていうか、まあ、わかるっていうのはいいんですけど、それがこのそれぞれの人にこう意味があるっていうのは面白かったんですよね。で、まあまたそれをわかることを通して、ほんとさっき話がある通り参加されてる方も、こうちょっと対応が変わったりとか、っていうのがまた目で見えたので、まあもともとはその研究課題っていうようなことだったんですけど、まあほんと、何回も同じところに同じ方がいて、こう変わっていくっていうのはすごい面白いことでした。はい。この際ですから、これからこんなことやりたいとか、やってもらいたいとかってあったら。やっぱりなんか続けて、調査を、まあ今年ちょっと私の方もなんかこう、
あまり詳しくない方に調査してもらうっていうのはなかなかないもんで、調査を頼むのがまた難しいっていうのでちょっと悩みましたけど、まあもうちょっとやりやすいような形とかに、センスアップして、こう長く取り入れてもらえたらなと思って、ほんと今はこうちっちゃい赤ちゃんの木を見てるんですけど、多分何年か経った木があって、さっきも鈴木さん話してましたけど、あそこの場所でもこう赤ちゃんからだんだんこうまあ子供、小学生、中学生ってこうなっていくのをまあどこまで見られるかなんですけども、そういうのを見ていくとまたこうまあ場所の違いもあるし、その時間によってまたこう変わっていくっていうのが見えると面白いんじゃないかなと思ってたりします。まあ、私自身もこう今年は私の住んでるビバイは雪少ないんですけど、まあちょっと植えたあの辺は雪がどうなのかな、去年一昨年までは多分2メートルから3メートルぐらいの雪であんなことになってしまったので、もしかすると雪が少ないと木ももうちょっとすくすくよく育ってくれるんじゃないかしらと1ヶ月に一遍ぐらい思い出してちょっとこう遠い目をしたりしてますけど。ありがとうございます。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。今この参加者とかですね、関わっている人の、ものの見方が変わってきたよなんて話があるんですけど、さて、これをやっているコープ札幌の内部の人たち、例えば、運営員の人とかですね、組合、各地区の方に伝わっているのかとか、例えば、森づくり植樹の毎年やってるプランの立て方がちょっとどうなったかなと。その辺の話、稲垣さん、前原さん、どうですか？そうですね、このワークショップというのはどうしても道民の森を中心にして札幌近郊の人たちと一緒にやっていくということで、進めているんですけども、コープ札幌の場合は全道に店舗や組合員さんがおりますので、大体10の地区に分かれて、それぞれの取り組みしているんですけどもね。で、そこにもう少しどうやって広げていくかということは課題の一つになってますね。そんな中で、この間、ちょうど先月末に北海道の森づくり交流会というのを開催して、全土各地でテレビ会議というのをつないで、コープ札幌の場合は、広いものですから、関係者が一堂に集まるというのは物理的にも難しかったり、時間もかかったり、費用もかかったりしますので、テレビ会議っていう仕組みを使って、北見や、旭川や函館や、釧路などとつないでですね、会議や講演会も開いているんですけども、そこに森づくり交流会は森づくり団体と組合員さんの森に関わる人たちが集まったりするんですが、それの参加の広がりっていうのがこの間やっとできてきたかなと思っています。札幌会場は100人ぐらいの皆さん集まったりするんですが、他の地区も30人とか、森づくり団体の他にいろいろ集まったりしてましてですね、やっと地域の方にもその活動が広がったかなと思っています。ただ、その、ワークショップのようにこのような企画をですね、全道各地でそれぞれで展開するっていうのはやっぱりまだまだ難しくて、その辺いろいろな森づくりに関わっている団体の皆さんなどの協力も得ながらですね、進めていければいいかなと思っているところですね。私も、もうちょっとコープ札幌からあんまり、距離を置いてるんですけども、こう、サポーターさんって先ほど言ってた、森づくりサポーターさんっていうのは、植樹活動に参加していただいた方に、これからも育樹なんかで、育樹をしたり、あといろんな森づくりの、森との触れ合い企画とか、いろんなご案内を差し上げます、森育を差し上げますということで、サポーター登録、サポーターになりませんかっていう声かけをするんですね。で、サポーター、手を挙げてくれた方にサポーター登録ということで、企画に参加すると、いろんなものが、キーリングとか、いろんなものが当たったりするんですけれども、そういう方が各地区で植樹をするたびに増えていて、今それこそ1000人ぐらいの方がいるんですけれども、で、その方たちにただ通信を送るだけではなくて、やっぱり何か育樹に関わってもらいたいっていう話が出てるんですけれども、なかなかこう、やっぱり先ほど言ったように札幌のような、札幌地区のようなワークショップがなかなかできないので、そのサポーターさんたちをどういうふうにこう活躍の場を作っていったらいいか、活動の場を作っていったらいいかっていうのが各地区でちょっと悩みになっているところです。なんか、本当にお力を
お借りできればと思いますね。各地区で、団体の方に。はい。という思っています。鈴木さんの、2014年から、運営の方も、やっていただいてて、講師としてだけではなくてね、木村さんとか中川さんとか、若いスタッフの女性が来てくれたりして、今やってるんですけど、例えば中川さんなんかは一緒にこういうことをやっていて、何かご感想とかですね、変わったところとかそういうのあります？そうですね。中川っていうのは、この彼女なんですけど、うちのスタッフで、今まで滝の公園の花の管理をしてて、森があんまり、馴染みがなかったんで、まあ、最初、まあ、ね、これやって、あれやってってやってたんですけど、まあ、最後言ってましたけど、ああ、こういうことやってたんだっていうのを、やっと分かったと言ってましたけど、まあ、実際確かに、ああやって歩き回ってですね、こうやってやるって、何を植えようか、こんななんだねっていう話をしていて、あれですね、やっと、何を目指していたのかっていうのが分かってきたっていうのは、まあ、あるとこ、いきなり初心者が入ると分かりにくいのかなっていう感じを受けるかもしれないですけども、まあ、そうではなくてですね、要はじんわり感じることっていうところは、まあ、頭でパッと分かっちゃうことと違って、きっと後々こう考える、基本になっていくというか、ものじゃないかなと思います。なので、ちょっと時間かけてですね、作っていくっていうのを、まあ、スタッフだったんでね、実際にみんなと一緒にこう、ものを動かすっていうよりも、まあ、支える方にいたんで、そういうことを感じる、ことに時間かかったんだと思うんですが、まあ、だけど、最後になってですね、そうだ、わかったと、森作りをやっていたんだねって、いや、それはそうだよって話なんだけど、感じてくれたなと思いました。あんまりいい答えじゃないですね。はい。見ててですね、面白いなと思うのが、例えば、コープスアップロードですね、常務とかですね、そういう方が、一緒に参加するときとかもあるんですよ。そしたら、ここに映ってる、本当にサポーターの、普通のおばちゃんとですね、一緒にこれなんだろうとか、この目は、とかって、本当にこう、頭をこう寄せ合ってですね、一緒に観察してたりとかですね。そういう風景も、スタッフとして離れて見てると、すごく面白いですね。あと写真撮ってみて、あ、この人とこの人がこんなことしてるとかですね。だから、例えばこの中の、北川さんっていう人なんか、うちの北ネットのフォーラムとかにも去年も今年も、あ、一昨年も参加してくださって、いろんな勉強面白いって言って、来てくれててね、あ、こういう広がりにもなってきてるんだなと思うと、非常に面白いですね。で、あ、そろそろ今日、時間も残る、少なくなってきたんですけど、やっぱり牧さん、山本牧さんの目指しているもの、あるいは鈴木さんが目指しているもの、を言葉にしていくと、やっぱりその自分を自然と寄り添って、自然をこう、感じて、自然を見て、対話しながら、その、未来の、環境を作る一人になっていこうというか、なんかそういう人づくりのところがね、やっぱりとっても素敵で、それをこうやって時間をかけて、やってるコープサポーさんすごいなと思って、他にあんまり聞かないなと思ってるんですよね。で、環境団体から見てると、やっぱり、積極関係の組合員さんってね、宝の山みたいで、皆さん本当に環境に対する意識、ね、高い人なので、一緒に活動とか、勉強に来て一緒にやるとかっていうところの、なんかその目みたいのがいっぱいそこに、集団にあるんだろうなと思っていて、どうやったら、北海道の環境保全をそういう人たちと、どんどんこう、なんていうかね、こう、ピラミッドの底の方を大きくしてて、大きな活動にしていくんだろうなと思ったとき、すごい魅力的ななんか、ね、宝の山がそこにある感じに見えるんですね。で、そういうのをじゃあどうやって引き出していくのかっていうのが、なかなかそこは実は繋がってないんじゃないかと思っていて、その一つのなんか、
目の前でその繋がっていく姿を見てるっていう感じがして非常にいいなぁと思っています。それでここから今年の話をしていただきたいんですけど、今2015年の取り組みっていうのがもう企画とかされてるんですか？はい、もちろんですね、この後ですね、あそこの、まだまだ、植えてない場所がありますんで、来年も再来年も、続けてやっていくことになるわけですけれども、メンバーもですね、新たに募集をして、いるところです。でですね、ちょっと、チラシ忘れてたんですけど、今募集中でですね、はい、4月、ちょっとすいません、4月の15日締め切りでしたね。はい、今ここにいる、メンバーも、まあ、メンバーの中からもそういう話出てますけども、ちょっと、年齢が上の方が、まあ、割と多いので、少し、若い方もいた方がいいなっていう話も、出ます。まあ、別に若くなくてもいいんですけれども、ぜひこういうことやりたいぞという方はですね、店舗にこれから、ポスターが貼られたりですね、またサポーターの方には、送り届けられますので、それを見てですね、ぜひ、やろうというふうにですね、入ってきていただければと思います。でですね、まあ、この方々と一緒に、いろんなプログラムを進めていくんですけども、年に、4回ですね、ワークショップ、現地にバスで行ってですね、さっきみたいにこう歩いて、イメージしたり、去年植えたのの、調査をしたりとかしながらです。あとまた森の、ことを学びながら、やっていきます。なので、単純に、まあ、人作りだけど、人の輪もこうできていくということで、まあ、毎回こう楽しい仲間とね、同じ森に行って、森を知るっていう機会にもなりますし、もちろん、未来をイメージして何を植えるか考えて、それを植えたものをずっと見ていけるっていう、大変素晴らしい、他にはない、活動ができますので、ぜひ、今、チラシ印刷してるんですか？募集中ですので、はい。ぜひ、見てですね。あ、出ましたか。応募していただければなと思います。はい。それはなんか映していただいた方がいいんでしょうか。はい。はい。おぉ。だんだん濃くなっていくと思いますけど一応予定はですね、5月の23日に1回目のワークショップをします。片栗がもう少し残ってるぐらいの、ところだと思うんですけれども、その後植樹祭が6月7日と、いうことで、先ほどこの方々がですね、リーダーになって、森を案内したりもしながら、千本の木を植えると。で7月25日に2回目のワークショップ、9月26日に3回目のワークショップということで、で10月の3日には育樹祭をやるということになっています。ちょっと今までにない初の育樹祭ということで、乞うご期待なんですけれども、で11月の14日、これはこのあたりまでにはですね、もう、どこに植えるかっていうのを決めて、まあ、事後しらいするんで、決まっていて、11月14日にはもう、現地には行かないで、いかないですよね。はい。こちらで、実際に樹種まで決めるという、まあ、そう4回のワークショップ、プラス、植樹と育樹をするのが、予定になってます。はい。で、申し込みの方はですね、コープ札幌に、お電話くださいと。違いますね。店舗には、ファックスとかできる、用紙が置いてありますので、ぜひ見ていただければと思います。ホームページも近々アップされますので、こちら見ていただきたいと思います。はい。こういうの来ましたね。はい。こういうですね。映りますか？はい。見てないですね。はい。はい。こういう、チラシがありますので、はい。よろしくお願いします。何か付け加えることはございますか？よろしいですか？はい。この活動ですね、案外、PR してないですよね。コープさんも雪印さんも、CSR、
せっかくの社会貢献活動だというけど、あんまり宣伝してないなぁといつも思っていて、それで、まあ、こういうふうにね、今日はお話聞いていただきたいなと思ってたんですけど、まあ、これ、このつたないこの司会の、これは後で動画で、配信しようかなと思ってるので、興味ある方にぜひですね、ご紹介して、組合員の方にも見てほしいしね、雪印の方を、見てもらいたいと思ってるんですよね。で、政教連のなんか全国の誰か取材来たことありましたよね、一回。あれも、あれはやっぱり珍しいって言ってきたんですか？そうですね。組合員が関わる活動っていうのは全国的にいろんな活動されてるんですけども、ああいうふうに森づくりを本当に自分たちでデザインしてずっと継続的に関わっているっていうのはやっぱり珍しいということで。で、日本政教連の方から、変な格好した方が来て、ずっとなんたら、大使みたいな感じで来て、写真を撮りまくってましたね。で、日本政教連の雑誌にも紹介をされました。はい。この活動の、マニュアルっていうのは難しいかなと、まあ、非常に土地の特性とかね、土地の特性とか気候とかに合わせて、本当にミクロなところを見ていくようなところなんで、そのままここの活動はできないと思うんですけど、この見ていく、知っていく、そして植えていくプログラムっていうのね、せっかくこんだけ蓄積してきたんで、ゆくじるしさん、そういうプログラム作って、いろいろ提案したらどうなんですか？使用したいとこですね。はい。その辺はなんか今後期待したいなと思うんですけど。あれですね。はい。やろうと思った、ちょっと、後ろめたい、気持ちでもあるので、これをね、このない技術を、構築してですね、これを売ろうということも、もちろん企業ですからありますんで、それは今後ね、やっていきたいところではあると思います。はい。はい、ありがとうございました。もう、だいたい時間なんですけど、皆さん、質問とかあります？なんか聞いてみたいこと。はい、どうぞ。最初にですね、普通の植え方というか、よくある例の、一律に植えたっていうことでして、次のその F の森の時にですね、ここはそうはいかないぞと気がつかれたのはどういうきっかけなんでしょうか。非常に感心して聞いておったんですが、道民の森で植樹祭をですね、2008年から5年ほどしましたけども、その時は植樹祭をするということが意義がありましてね、市民の皆さんにたくさん参加してもらって、森に入ってもらう。もうそれだけで絵がまあ、いっぱいだったんですね。そして参加してもらって、あ、植樹できた。で、その中からサポーターさんに育樹をしてもらうということで、サポーターさんも何人か集ったっていうところだったんです。そうすると5年間でもその地域全部埋まっちゃったもんですから、次の森が F ゾーンっていうのを提案されて、はたとその時にこんな形でこんな山坂ちょっとあるようなところに植樹きれいにこう並べてするのかって思った時にですね、いや、もっと組合員さんが、市民の皆さんが参加して、単にこちらから決まったここにこれを植えるっていうのではなくて、この森全体どんなことしていって、活性化させたら楽しいだろうかということをみんながちょっと思い出してですね、そこの F ゾーンを植樹するときに、あ、ここをどうかしようということで盛り上がったっていうのが始まりだったと思っています。はい。はい。はい、そうですね。もう本当に自分たちの森に今なってますね。皆さんね、参加した方。で、こう、やっぱりそこの土地の様子もよくわからないし、まず歩いてみて、知ってみて、で、自分たちで、本当に道も、植樹地も、樹種も全部自分たちで決めるんですよ。もう、先ほど写った写真の方々は、
F を多分自分の森だと思ってると思います。そのぐらいもう馴染みがあるかなと思ってます。はい、いいですか？あそこに手、はい。マイク持ってください。それじゃないと答えだけになっちゃう。すいません、ちょっと、質問なんですけども、まあ、皆さん連れて、こう、森に、まあ、森というか、一番最初のところに入って行かれる時は何月ぐらいですかね。私どもも、まあ、そばのところで、やってるんですけども、まあ、いつも入ると2メーターぐらいの、やぶの、中になるんですけども、見た感じ、さっきのとこだと、割に、こう、歩きやすいのかなっていう形はしてたんですけど、やっぱり最初に、こう、スタッフの方々が何か準備をされたりはしてるんでしょうかね。生えてきてなくて、伸びたやつはこう寝てる状態なので、まあ最初の方が歩きやすいですね。夏になるともうボーボーになっちゃうんで、5月の20何日です。たまに雪が多すぎて入れなかった時もありました。おととしですかね。5月の終わりぐらいに1回目。牧草地になってるので、低い。右側の丘の方なんかは、何メートル？何メートル？板取りで見ようって言ってる。うん。ね、板取り。はい。これじゃないの。これだ。これだ。そうですね。真夏、7月。ね。まあ、牧草地の方はね、牧草なんでせいぜいも膝上ぐらいの、ガサッガサッっていうぐらいでいけますかね。5月だともうちょっと足首、ふくらはぎぐらいです。7月ぐらいで膝ぐらい。牧草のところは膝上ぐらいですね。で、まあ、板取りの方はこんな感じ。はい。いいですか？はい。じゃあそろそろ時間なんで、今日のテーマのこの社会、貢献、企業の社会貢献っていうところを最後に、鈴木さん、ちょっとまとめに入っちゃってくださいませ。まとめになるかわかんない。これじゃなかったですね。これ。ちょっとだけ考えてみました。あんまり考えたことなかったんですけど、企業連携による社会貢献ということで、あんまりこう連携してやるっていうのそういえばないよなと思って、で、しかも社会貢献とかも割と、お金を出して、まあ、助成しますよとか、いうようなパターンは多いけど、こう時間すごいかけて、しかも技術を、新たなものを作っていこうなんてことは、まあ、よく考えたらあんまないなっていう思ったんですね。だから通常ではなかなか困難な活動が実現したと思いました。それから、ね、今言ったように新しい手法が生み出される可能性もあるな。それは、まあちょっとさっき言ってたね、技術の移転とか、あと人材が育つことで、まあ、例えば僕らが、他で森作りやろうとしたときに今回育った、方々をですね、リーダーとして、お願いするとか。まあ、コープで言えば、その地方のね、各、ところの、森作りにその方々が関わるとか、そういったような可能性があると。それはまあ、技術と時間を提供して、そのようにこう、やることによって可能になるのかなと思いました。ただし、成果としては見えにくいと、思っています。なので、なかなか僕も会社の中でアピールし、できてないところがあるし、認められてない、慣れてないっていうかね、認めにくいところがある。だその、ドンと、こう、お金かけてね、何千本植えましたっていうのは分かりやすいですけど、時間かけてね、植えた数はまあ、千の変わらないんですけども、そこでこう、得られているいろんな人のこう、気持ちが
明るくなったり、ワクワクしたり、なんか潤いが出てきたって言ってた参加者の方もいましたけど、そういうことはまあ測りにくいですね。で、まあそこをどうアピールするかっていうことはちょっと考えなきゃいけないなと、僕らなりに、そう思っています。それから、まあ得られた技術ですね。で、そのまだこれが技術だみたいなところまではなってないし、その、こうやって時間をかけてやっていくのをマニュアル化するっていうこともなかなか難しいけれども、こういうふうなところが、考えられますよとか、こういうところが実はポイントだったみたいなところをね、どうやって、マニュアルではないけれども、なんかこう、活かし方としてこう、出していくか。しかもまあ、企業としてそれをこうね、お金に変えていくだとか。いうようなところまで持っていくかっていうのは、これからの課題かなと思います。ちょっと未知数ですよね。未知数だけど、まあ単純に面白い、楽しいっていうことは間違いないんですが、そっちの方にこう技術だとかその社会貢献をしていることがね、これだけお金をかけて時間をかけてやってることがどれだけのものなんだと、言われた時にちゃんと答えられるような、ものにするにはちょっとまだ時間がいるかなと。ただ、少なくとも植えたものは毎年育っていくので、まあ、5年経てば、おおっていうものにはなるだろうと思いますし、あの方々、参加者の方々が、その5年後を見てね、感じたものってのは得がたいものであるし、また今年新たに参加される方とか、どんどんこう輪が広がることで、どんどん、いいものになっていくことは間違いないだろうなとは思います。で、これからの試行錯誤がまた楽しいというふうに思っています。稲垣さん、前原さん、今の鈴木さんのまとめどうでした？語りたいことを語り尽くしてくれてます？一言ずつ最後に。そうですね。まあ、コープ札幌っていうのは生活協同組合なものですから、生活を共同で、組織的に良くしていこうという人たちが集まるような共同の組織になってるんですね。で、それは商品を通して生活を豊かにするということもありますが、この明日の森づくり基金のような、森づくりをしながらですね、北海道を良くしていこうというような取り組みなんかも、コープ札幌を大切にしていまして、それで森づくり団体に助成をするだとか、森との触れ合い企画で組合員さんと森づくり団体が一緒に活動するだとか、このようなワークショップのようにですね、企業とも連携して、森づくりやいろいろな社会役に立つことをやっていこうという取り組みを進めているんです。まあ、そんな中では3年経過してですね、皆さん本当に生き生きと活動するようになってきているし、これが、あと2年、3年こう続いていけばですね、より楽しい企画になって、実際形としても道民の森の中に F の森というのがですね、できてくるし、そこを、組合員さんが、市民の皆さんがレクリエーションで行ってみるだとか、そんな場も形として最後にできれば、またこれは、非常に楽しい仕事になるかなというふうに思っているところです。今回最後は、今年度最後のワークショップでいろんな皆さん の感想を聞いたんですけども、その中で一番たくさん出てきたのが、子供たちに、次の若い世代に、なんとかその育児の楽しさだとか、そういうことをもっと知らせたい、育児の大切さだとか楽しさを伝えたいっていうことが、皆さん口を揃えて言ってたんですね。ので、ワークショップ自体はなかなか今、子供の参加とかがないんですけれども、植樹祭だとか、今年ちょっと仕掛けをしている育樹祭だとか、そういうところにもっとたくさんの子供が、親子連れが参加して、もっともっとこの楽しさが若い世代にも伝わっていくといいなっていうふうにちょっと思っています。はい、ありがとうございました。北ネットカフェ、北海道の森づくり、人づくりをコラボする、企業 CSR の新しいスタイルというタイトルで、今日、開催させていただきました。時間もよろしいようで、これで今日は、おしまいにさせていただきます。はい、稲垣さん、前浜さん、鈴木さん、どうもありがとうございました。参加してくださった皆さんもありがとうございました。はい、それでは、はい、みんなでさようなら。